大英京都撮影所はかつて存在した日本の映画スタジオである。1927年に日本活動写真が日活渦政撮影所として開所した。1942年の戦時統合で設立された大日本映画制作株式会社の元、同名賞となった。1971年12月の同社の倒産後、1974年に同社が 特間書店参加になることで再建、同撮影所は分社化され、株式会社、大英英が京都撮影所となり、1986年4月には完全に閉鎖された。北緯35度00分48.01秒、統計135度42分14.05秒1927年1月、日本活動写真が同地に新撮影所を着工、同年12月には、 日活大将軍撮影所から時代劇部が移転し、日活渦政撮影所として開業した。翌1928年4月には、大将軍から現代劇部も同撮影所に移転し、開所式が行われた。1932年、牧野プロダクションを解散した牧野正弘が監督として同撮影所に入社したが、父の代からの因縁で間もなく横田栄之助が、 解雇した。やがて横田は更迭され、1937年には、牧野陶器製作所を解散した牧野正弘が再度入社している。1942年1月、その3年前の1939年に勃発した日中戦争などの流れにより制定された映画法や第二次世界大戦回戦に伴う戦時統合で日活の制作部門、新興キネマ、 大都映画が統合し、第日本映画制作株式会社が発足、同年4月には業務が開始され、大英京都撮影所に解消され、撮影所や従業員を含む制作部全体を拠出した日活は映画工業会社として存続した。新興キネマが所有していた新興キネマ京都渦正撮影所は、この合併により、大英第2撮影所となった。第2の方は、 戦後1947年に、東横映画に貸し出され、東横映画撮影所となった。1971年12月、大映画倒産し、再建に入った。1974年、大映画、徳馬書店参加になり再建、大映映画株式会社となった。同撮影所は、本体から分社化され、株式会社、大映映画京都撮影所が設立され、 撮影所の名称も大英映が京都撮影所に変更した。末期には2つのステージのみを維持し、もっぱらレンタルスタジオとして稼働した。1986年4月には完全に閉鎖され、跡地は住宅地となった。59年間の撮影所の歴史が終焉した。時代劇を中心としたスタッフには、 職人気質が強く、また永田正一社長の意向もあって、縁故採用が取られ、社員すべてが親戚縁者のような体制だった。その影響がかなり入った的な体質になっており、5社協定で招かれた他社の監督への反発のみならず、東京撮影所所属のスタッフへのライバル意識もかなり強かった。東京撮影所所属の社員監督であった、湯浅紀明も京都撮影所で、 僕は5歳を取った際、スタッフもろともろケバスで追い出されるレーグルを受け、スタジオ撮影できたのは最後の3日間だけだったという。技術面を見た場合、陰影を活かした照明技術に引いてており、野外ロケとセット撮影を気づかせないほどの巧しさは大英響との伝統的な特色だった。薄霞の技法として、シャフをバックに使うという方法も、この撮影所独特のものだった。これは、 杉山公平が始めたものである。疑似夜景の技法としては、すすきなどの小道具を牧獣で黒く塗りつぶし、月夜の闇を表現する技法を編み出した。大英東京撮影所ともども、アグファ社のフィルムを専用としていた。アグファの現像は、東京現像所でしか扱っていなかったので、このため、撮影後のフィルムを毎回東京現像所まで送らねば、ならず、ラッシュフィルムが上がってくるまで、 往復で3日かかったという。アッグファのフィルムは他社のイーストマンカラーや富士フィルムとはまた違った色彩を特色とし、大英映画の独特の味わいとなった。映画の映写、録音その他の機材は他社が交流で使用する中、大英では京都も東京も撮影所に直流変電機を設置し、直流稼働させていた。直流稼働の利点は機械の作動に、 村が少なく、ノイズが抑えられることである。大英京都撮影所。ありがとうございます。